1月31日に無事競技が終了した特別国民体育大会冬季大会フィギュアスケート競技。白熱した戦いとは裏腹に、まるで一芸コンテストのようになっていた表彰式の様子がアップされると、ファンの方々の間で大きな話題となっています。28日から青森のフラット八戸を会場に競技がスタートしていたフィギュアスケート競技。少年男子は愛知、少年女子は東京、そして青年男子は山本草太選手と坪井達也選手が個人銀銅となった愛知、青年女子は顔前の2人が金銅となった兵庫が優勝となっています。どのカテゴリーにおいてもそれぞれにドラマがあり、最後まで白熱した競技が行われていた今大会。そんな競技はもちろんですが、競技後に行われていた表彰式の様子が面白いと SNS で話題となっており、その様子が国体チャンネルにてアーカイブ配信されました。最初に行われていた少年男子では、優勝した愛知代表の中村俊輔選手らが、名古屋城のシンボル、シャチホコを真似たポーズを見せると、会場からは大きな笑い声が。その後も、3位の京都が抹茶を飲む仕草を見せるなど、会場を沸かせてくれていました。すると、続く少年女子も優勝した東京から次々と、まるでペアやアイスダンスのような礼をした後に、可愛いポーズを取った各都道府県の選手たち。最初はカメラマンも最後を追っていなかったのですが、その可愛いポーズを撮ろうとズームでの撮影となるほどでした。そんな面白表彰式で楽しませてくれていたこともあり、期待されていた青年男子の表彰式。優勝した愛知の2人は、特に一芸をすることもなく、礼をして表彰台に上がると、続く埼玉は、リフトをしようとするも重くて潰れてしまう一芸を披露。そして、友野一樹選手と織田信成選手が所属する3位の大阪は、ペアのスロージャンプを見せるなどし、会場を大いに沸かせていました。そんなこともあり、最初の愛知の例だけなのは、不利なのでは、との声も寄せられているほどでした。そして、最後となる青年女子の表彰式、優勝した神戸がコールされると、顔舞こと、坂本香織選手と三原舞選手がおんぶで登場し会場を沸かせると、続く愛知は、横井ゆはな選手らが応援団長っぽく大声で何やら宣言し、大歓声が。その後も、3位の東京がおなじみの東京タワーのポーズを取ったりと、趣向を凝らした一芸を次々と披露してくれ、他の競技会ではなかなか見られない、選手たちの素の表情や最高の笑顔が飛び出していました。そんな可愛く、面白い表彰式の様子を見たファンの方々からは、国体の表彰式って、いつもこんなに面白いの、次回は生で見たい、などの声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。国体の表彰式って、こんなフリーダムなのね。国体チャンネルのアーカイブで、真っ先に表彰式パフォーマンスをチェックする私。国体の表彰式って、いつもこんなに面白いの。ペア要素強めの今年の国体の青年男子。スミくんのサイドバイサイドはさすが。全力で戦った演技はもちろん、
表彰式の笑顔も映像に残してくださり嬉しい。国体フィギュアの表彰式は一芸必須なんでしょうか。国体の雰囲気いいよね。表彰式のわちゃわちゃとかも一度行ってみたい。あんなわちゃわちゃしてて見てて楽しかった。男性だけのペア競技とかあったら面白そう。やっぱ国体は表彰式が本番なんだよね。表彰式が自由すぎてさすが国体って思ったし、また見たいと思った。国体の表彰式微笑ましい。初めて国体見たけど他の大会にはない良さがありますね。可愛いパフォーマンスにデレデレしまくりでした。初めての国体観戦だけど、アットホームでめちゃめちゃ楽しい。今まで国体ノーチェックだったんですけど、毎年表彰式でこんな面白いことやってたの。表彰式はみんな和気あいあいで楽しそうでしたね。応援も表彰式もめちゃ楽しめた大会でした。皆さんお疲れ様でした。国体表彰式の一芸コーナーはいつどこでスタートしたんだろうか。よいぞ、もっとやれー。